うんともすんとも、皆さんこんばんは。うんともすんともいけませんよこれ。あ、始まってるね。皆さんこんばんは。こっちやな、今日カメラ。なんかくる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 なったな、これ。どうちゃん、ほんまにくる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 な、あしたちゃん。はい、皆さんこんばんは。まあぼちぼちと今ね始まったばっかりで、てってれ、はい、まあちょっとぼちぼちとあの皆さんが集まるまで、あれあれやね、あしたちゃん、ぼちぼちと行きまっか。やんねえ、ちょっと若干、うん、大変だなあ、いろいろこういうので。おお、あ、行けましたね。大丈夫です、大丈夫だ。みんな元気？ほんまに。みんな元気？今日はね、もうえらい、なんかもう九州やのやのえらいことになってんな、かわいそうに。ほんまにもう。毎年毎年。なあ、ちょっと昼なってるよね、もう。九州とかさ。ね、ちょっと大阪もね、一回何年か前に なったじゃないですか、台風でドデーンとこう、うん。どこで起こるかわかんないですね。ほんまやね。なんかいや、雨怖いわ。怖いなぁ。いやもうなんか今雨止んでるよね、多分。ちょっと止んでますね。明日なんかまた晴れやもんね、大阪ね。めっちゃ暑いっすよね。暑い、日中やばい、もうやばいっすよね。やばいです、ほんまに。本当にやばいね。どうしよう。もうなんかあの毎朝こうプール入ってるやん俺。はい、プール出てきたらもう暑いのよ。外はね。はい。いやまあほんまに暑いですからね。ちょっと走るも危ないって言ってましたテレビで。あの今も運動したあかんなんかあれあるんですよね、学校とかで。もうこれ以上やったらあの激しい運動したらダメっていう、そういう警告というか。そうなの？あるみたいです。もう熱中症出ちゃうでしょ。バッタバタ倒れてはるじゃないですか今。確かに。確かに気をつけてくださいよ。水上がった時一番乾燥してるんちゃいます。いやもうすべすべやで。潤いが、はい、塩素で飛びまくっていっちゃいます。ちゃんとケアしてるから。あ、プール上がりに、はい、塗り倒してるんですか。なんか普通に塗ってるよ。ストロベリー的なやつを塗ってる。ストロベリー的なやつ塗ってるよ。こうボディ、マジっすか。ボディ、うん、塗ってる。やっぱりちょっと男の声質で、そう、変な感じで見られるもん。やっぱりそうですよね。あんま男のな男性声質でそういうの見ないんで。そうそう、あちょっと面白いな。いやまあじゃん、まああのもちろんジムやしみんな汗かきはるからさ、わかんないけどなんかちょっとたまにこうあっとか、あいますいます、そうあってなりますよね。そう、はいはいはい、もう言わへんで、あえて言わへんけどうってなるやんこの時期。やっぱりなりますね。あれがあかんのよ、すこぶる匂いでしょ。はい、わかります。あってなりますよね。なる、あってうってなるから、もうだからロッカーというかもう俺大体もう決めてるとこあんねんけど、そこも一回俺振るもん。ピッピッピッって何振るんすかそれ。消毒液？違う、プレグランス的なやつですか。そう、俺が使ってるやつ。もう徹底してますね。もう嫌や、匂いダメですもんね、もともと。いやもうそんなようわからん、ね、そう、汗の匂い、変な変おっちゃんのんとかなんかついたらもう。まあまあ確かにそうですよね。そう、その脱いだやつバンって掘り投げるようなとこですから。そうやね、そうやね、別にね。そう、それはもう仕方ないんだよ、まあ、気にしだすとね。そうそうそう、全部気持ち悪くなっちゃう。別に俺潔癖症とかで全くないねんけど、匂いはあかん。それ潔癖症って言うんじゃないですか。なんないじゃん、匂いも。もう潔癖症でしょ。うせやん。そうでしょ、そうでしょ。あしたちゃん気になれへんの。僕気になりますね。何やねん。何の話でしたっけ。びっくりした。このまま俺倒れそうになったでしょうね。いや匂いはね。まあさすがに、はい、皆さんこんばんは。みんな元気、ほんま
知らんけどなんかあの知らんけどちょっとね梅雨がちょっとしんどいですね。これなんかね暑いし寝苦しいし、うん、なんかクーラーもしんどいし、せやねやねえ、せやねじめじめとじめじめとそんなじめじめの中ね、今日ももうあの見に来ていただいてありがとうございます本当に、ね、なんかねよし、まあ今日もまあいきますか、なんか、ね、ちょっとこう短い時間ですがキュッとここで、ねね、皆さんここで共有ってボタンを押していただいてコピーしていろんなとこに掘り投げまくってくださいねやってるよっつって、はい、ありがとう告知してくださいね。はい、アシアちゃんがそんな皆さん言ってるんで、はい、言ってくれてるんでそうですよ、ね、ちょっとずつ増えていかないとダメですからね。はい、できる人はぜひぜひあのご協力よろしくお願いします。ほんとね、いやじゃあはいこんばんは。ほならまあもう今日はちょっともう滋賀県ライブも近いということやし、あんまり長い時間やるんじゃなくてね、キュッとキュッとキュッといっちゃおうか。これもうすぐやもんね、滋賀県ライブも楽しみだな。せえねん、1ヶ月あのお客さんを入れるライブをしなかったのは初めてなんだよ。変な感じする、なんか変な感じするね。そうだから、ただまあ毎週こう1回こうこういう感じでチームでやってるから、まあまあなんかまだそれは、うん、試合感っていうかね、その試合感というか感覚はってありますもんね、ライブ感。そうそこちょっと取りあの逃がさんようにしとかなあかんですよね。そうやね、だからまあ滋賀県の皆さんも本当にね、多分滋賀県9日かな、俺晴れ男やねんけど今予報では雨です。キヨさん大変、いや、ね、雨っすよね、た確か予定では、はい、なんかはい待ってました、こんばんは、よろしく。じゃあまあそんな感じで、じゃあちょっと皆さん1曲目はね、いつも歌ってる曲ですよ。デスボー言うて今あのマイク当たってしまうねん、ボコンって。デスボーってあの今ボーンって当たったんやねみたいな、あの当たってしまうたんや。じゃあね、ノリノリでいこうみんな ね、もうなんかその吹き飛ばすぞほんまに、知らんねんけど。それではあの皆さんもよくご存知の曲だと思います、名曲です、真夜中のドア、行ってみよう。私は私、あなたはあなたと
節から今目の前で Stay with me 寂しさ紛らわして吹いたレコードの針同じメロディー繰り返していたギター車両編いかんじゃね。はい。なんかね。良くなりましたね。はい。あ、真ん中に来た。やっぱり。はい。いい感じじゃないですか。今日は、キヨさんが、あれやこれやと。でもね、いろいろね。ね、いろいろあるわな。いろいろね、ありますよね。いろいろありまんがな。今日も無事、なんとか。ほんまやわ、もう。これを配信するのにどれだけ線が山のようにここの裏方でね、ほんまに京さんがこう線をつなぎでつないでつないで、もう一本でできる。今ね、映画とかでも iPhone で撮ったりするじゃないですか。うん、そうやね。ね、こう iPhone で映画をこう上映する。なかなかそういうわけにいかないですね、音楽って。こう、そうやね。この機材を見せた。ほんまに、ほんまにもうなんか一本でポーンってつなげるようなこうシステム作ってくれへんかな思って。いや、そうなんですよ。もういろいろ返さなあかんから。そうそうそう、やばいよね。パソコンなんだ開いてるんですか今日これ。なかなかやで、はい、4?3台。 3台ですよ。いや、まあまあ、なんかいい感じじゃないですか。気持ちが軽やかになりますね。大喜利軽やかになってちょうだい。ほんとね、軽やか。いや、まあでももうちょっとしたら梅雨明けるじゃないですか。はい。なんも夏本番じゃないですか。そうですね。一番ね、こうウキウキ楽しい時がやってくるじゃないですか。はい。はい、もうちょっとですね。そうやね。ジメジメした感じ。ほんまやね。これ、ね、寝てる時ね、うん、どうでもいい話なんですけど、寝てる時ってそのクーラーつけを何度で寝てはります？俺28。27、28。結構厚めですね。え、涼しいよ。あ、ほんまですか？うん。28ぐらいですか？20。あ、じゃん、26。なんか推奨なんかそんなもんで、26とかなんですよ。28って結構厚めですよ、多分。27、28ぐらい。
あ、ほんまですか。僕25とか4ぐらいで寝てるんですけど。あ、もうじゃあじゃあじゃあおかしいわもう。布団をかぶってね。あ、布団をかぶって寒くして布団かぶって、ね、寝るんですけど。あ、そうなんや。あ、違います。28で要はもう何もかけないで寝るってことですか。もうそんなもうポーンやで。あ、そうなんですね。ごめん、かぶってるかもしれない。かぶってそうですよね。でもかぶってそうって何だ、はい、なんものすごいだんだん兄貴こう弱なっていってるイメージ。いや、なんかこうしっかりかぶってそうなイメージですけど。あ、そうなんですね、うん、意外にだからみんな温度高めで寝るんですね、うん、俺多分やけど寝相綺麗な方やと思うね。あ、僕あのお坊ちゃまくんみたいにこう、まあ、ピシッと知らんやろ。お坊ちゃまくんとか知ってますよ。もうさ、おぼあのベロ漫画の、あ、そうやそうやそうや、あ、そうや、あ、乗せれるような話ちゃうね。お父ちゃまですね。あ、そうそうそう、貧乏ちゃまと、そう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 せやねん。あ、そうですか。でも寝相良さそうですよ、ね、あ、でも、あ、嘘かも。朝起きたらあの髪の毛とっちらかってるから、それはどういうことですか。さあ、まあそれは動いてるってことですね。そうやね、とっちらかってるって言うんですか。そうやね。へえ、今ちょっといらんこと言いかけたから、やめた、やめた、とっちらかってるにかけていらんこと言いそうだね。やめですよ、やめですよ、電波はね、綺麗にクリーンに行かないと。はーい、はーい。いや、ほんまね、なんかそう、でももうやっぱりクーラーつけなあかんよ。もうちょっとあかん、あかん、無理ですよね。無理、ちょっとでも着ると無理、もうじわーっと油汗みたいな、うん、なんとも言えん感じの汗かきますよね、うん、俺この間まで、この間までか、俺、いや、家でもレコーディングしてるじゃん。はい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 。まあ、自分の部屋でこう、はい、まあ、もちろん戸閉めて当たり前だけど、やるときにちょっと意外に結構こう換気とかもついてるから、はいはいはい、涼しいのよ意外に。ああ、そのクーラーのあれがですよね、この換気っていうのは。あの、クーラーじゃない、クーラーとまた別でずっとその、また別でついてる、換気みたいなのついてんのよ。へえ。で、基本的にそんなべらぼうに熱くはならへんくて、はいはい、で、まあ、まあちょっとこうカバー曲とかいろいろレコーディングするやんか。はい。これでも暑すぎて、まあ、パソコンの熱もありますしね。お、俺脱いだもん。あ、そうか、切り、ま、あ、切ってんすか、そのレコーディング時は。やっぱり切ってる。あ、そうですね、音入るから。そう、ただこれは無理と思ってもうつけた。いや、そうなんですよね、うん、風の音がマイク拾っちゃうんでね、ボーって言うんで、そう、そんな切るんですよね、基本的にはね。そうやね。あれでも、 ああいう風の音とかも消せるんですか、レコーディングの時。消せないですよ、ね、消せない。あ、うん、それは消せない。そうなんや。基本的にはカットですよね、やっぱオフですよね。あ、やっぱそうなんや。キンキンに20度ぐらいにしといて、サボイぐらいにしといて切るっていうやつでしょ。そう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 、そうせんと多分歌えないですよね。そう、そう、もうだから最近もう汗だくになってレコーディングしよう俺。いやいや、ほんま気ぃつけんと。でもそれ熱中症になりますからね、マジで。そうやね、ねえ、気ぃつけんとかんと、家おって熱中症になるらしいんで。そうそう、だからもうすぐにまたプール入りたいな思って。プール入ったら熱中症にならないですか。え、プールで泳いどっても熱中症ってなるでしょ、多分。なれんのじゃん。いや、多分水の中でもなりますよね。なんの水の中でも。水の中で熱中症なんの。なります。水の中で熱中症になったらなんか言いますよね。僕なんかテレビで見ましたよ。嘘。はい、汗かくでしょ。汗は多分かいてると思う、いっぱい。で、熱持つじゃないですか、運動してるから。うん。で、水分が出てるから熱中症になるっていうのを聞いたことありますけど。あ、そう。嘘かもしれないです、情報は。でも多分、でもなんかそんなの聞いてえっと思ったことは記憶にあるんで。あ、そう、知らないですけど。ちょっと、ちょっと調べてください。でも本気ついておかんとで言いますよね。でも清さんもうんうんって。知らんけど。いや、でもそうなんです。でも確かそうやったと思います。なるほどね。ちょっと気ぃつけるわ。飲まなあかんらしいですよ、泳いでる時も。ほんまやね。はい、俺ノンストップで行くからさ。それは危ないですよ、ほんまに、うん、ノンストップ延々は、うん、すごい見られるんだよ、飲んでるとこもね。はい、そう、飲んでるとこもせじちこうバーンと上がった瞬間にこうそのお姉様方がハッてこうなんかおもろいですね。面白い、おもろい。最近男性のおっちゃんも増えてきて、ちょっとずつやねんけど。男性は見られてんすか。すごい見られる。ムッキムキのおっちゃんがなんか変な目で見てんちゃうか思いながら。それもストロベリー塗ってるからでしょ、それ。そうです。で、そこそこ、あのお兄ちゃんエニューションぞっていうね。そうやね。やりましょうか。やろうか。じゃあ雨にちなんで、これもちょっと久しぶりやね。久しぶりですね。はい、僕のこういうライブとかいろいろ見てくださってる方は何回も聞いたことがある曲なんですけどね。YouTube にも上がっておりますが、そうなんですよ。EXILE アツシさんの曲なんですね。ブラックレインって曲なんですけど、ちょっとはい、本当にちょっと久しぶりにやろうかということで、はい、皆さんちょっとしっとりと聞いてください。
はい、じゃあブラックレイン聞いてください。言葉の隙間に静けさの風が吹く。心が少しずつ冷たくなってく。すべての終わりがこの世界を包むように、悲しみが押し寄せる。時が流れ、この瞬間から未来につながることを信じられず、辛いことも暗い過去も何もかもが胸に刻まれて、分かってても何か足りない。Without you, without you, without you. 黒い雨が晴れることも、苦い涙乾いてくことも知ってるけど、心に一つ。 Without you, without you, without you. 光にあるて Sense life, sense life. 曖昧に流れて、それでも確かに鼓動は魂に残し続けている。止まることなく、辛いことも暗い過去も何もかもが胸に刻まれて、分かってても何か足りない。 Without you, without you, without you. 黒い雨が晴れることも、苦い涙乾いていくことも知ってるけど、心に一つ。 Without you, without you, without you.気づいたら40人近くなってる。お気に、お気にな。水の中でも熱中症になりますよ。やってほら、あ、そうなのね。気ぃつけるわ。そうですよ、ほんまに気ぃつけはって。めっちゃ泳いでるもん、ノンストップでも。飲んであります？水飲んでない。プール、まあいっぱいありますけどね、水。そんなもん飲んでどないすんねん。ちょっと飲まないですか、こうチュッとこう。そう、俺飲まへんねん。鼻から入ったりしないですか。入る。たまにな、なんかな、あの一生懸命やってはんねん、あのおっちゃんがな、一生懸命こうやってバタフライとかやってんのが全然進まへんねや。
はいはいはい、いてはるやんそういう人、いやいやいます、ね、でも一生懸命やってはんねん。うわ、ただもうそのプールの波がわかる。そのおっちゃんとこすれ違う時だけどこうパッとこう顔上げたらアウトやねん。グッバーあれありますよね。そうやねん。あ、やっぱ入るんですね、うん、はい、なるほど。週に3回ジムに行っています。あ、そうですか。水中でも汗が出ている。そうやね、脱水症。そうそうやね、だから気ぃつけるわ。はい、これでも水泳されてる時にこう飲んで大丈夫なんですか、あの水泳 の, そのするコーナーって、うん、ドリンクをあの一応置いて、あのそのこう、うん、箸とか置いてて大丈夫。それ OK なんだ。うんうん、はい、盛り上がる。一回ちょっと盛り上がるか。あちゃちゃん、このまま盛り上がりましょう。盛り上がろうか、みんな盛り上がっていくぞ。こんばんは。みんな、あのちょっとね、今日初めて歌うんだ。そうですね、はい、初めて歌うんだで、皆さんよ、あのぜひですね、すっごい名曲なんで、これザ・昭和の曲なんですけど、ちょっとね、すっごいこうテンポが速くて、みんなの手拍子が欲しい。そうです、ほんまです。見えへんけど、みんなの手拍子が欲しい。頼むよ、リクエストさせてほしいです。ちょっと待って、あのこの1曲歌ってからみんなの少々か。そうですね、ちょっとこれやる。そうね、これ今から歌う曲歌うから、みんなあの一緒に手拍子とかこうノリノリになって知ってる人は歌って、でこの曲終わったら、まあ、ワンコーラスコーナーというか、まあ、リクエストみたいなね、はい、ちょっとだけ やりたいと思うんで、しばし待たれよ。じゃあね、あのね、浜田真理さんってみんな知ってる？浜田真理さんって知ってるかしら？リターントゥーマイセルフって曲知らんかな、みんな。リターントゥーマイセルフ、これね、まああの本当に昔の曲なんですけど、昔あのソウルオリンピックあったじゃないですか。ソウルオリンピックのあの主題歌歌った人なんですよ、浜田真理さんって。ハート&ソウルで、ハート&ソウル忘れかかった。そう、はいはいはい、そうなんですよ。なるほど、手拍子しますよ言うて、知ってる言うて。そう、まあまあ、でもすごいいい曲なんで、あのただこの曲ね、歌い終わった後に結構ダメージがすこぶらあってですね、多分タカさん酸欠、アシアちゃん右腕取れてるやつですねそう、そうなんですよ。まあでもね、すごい楽しいんで、ちょっと皆さん、じゃあみんな一緒に、あ、知ってる？ちょっとね、この50人近い感じ、40人後半ぐらいの皆さんも、あの高1の自分ですが、たまに歌います。あ、そうですの、高1なんや、嬉しい。高1の男子が歌うんだね、浜田マリオ。今度俺らの前で歌ってや、俺コーラするで。よしよし、じゃあみんな一緒に盛り上がっていこうね。うん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 、いいっすか。Return to myself, always a message for me. My heart can wake up to love forever. Return to myselfShow you myself honesty. Hey! Kokoro mado wasute ushi Itazura ni koi no iroShinai, shinai, natsu
ちが変わるたびに季節を思うでしょう。だけど心まで気がれずに愛されたなら Return to voice自分らしい恋をそう見つけたの Return to voice心すめらを死しない死ない夏探している幼い日々の落とし物振り戻せるものならば I never lose my mind Return to my sphere Always a message for meCan wake up to love forever Return to myself Oh, I really do be free I show you myself honestly Return to myself 自分らしい心すめらを死しないしない夏 Return to voice 自分らしい夢を今白じてる Return to voice心すめらを死しないがありましたね。疾走があったね。ちょっと喋っときますね。これはなかなかですね。これね、うん、あの 10代がやると楽しいんじゃないですか、これ。と思う。あのこの感じで、この感じで、ね、バンドでつったつったつったみたいな感じでやればすごい素敵。皆さんいかがだったですか？これ本当にこれ。これもあんまり大山さんのにないアレンジですよね。うん、そう。こういうテイストっていうか8ビートの、うん、いい感じですね。よかった、みんなありがとう。みんなデビューしてくれた、うん、あ、最高です。うん。右手頑張れってうまい、右手頑張れ。いいですね。少し元気もらってる。どんどんもう元気いっぱいもらって帰って。うん、あ、カラオケで歌ってたよねこれね。へえ、まあ、いい曲よね。ただね、多分女性陣これキー高いよ。浜田真理さんは声高いですよね。めっちゃ高い。めちゃくちゃ出だしが高い。めっちゃ高い。だーん、うん、確かに。一応あの大山貴教のキーに合わせてんだけど、それでも高いよね。高いですね。むちゃくちゃ出だしが。だーん、リターンやもん。リターン to my。 まあでもなんか80年代のメロディーな感じしますねこれ。はい、めっちゃかなりキュッとくるとこが。高さん、芦田ちゃん、最高ーよで。
あ、最高。元気もらいました。よかった。よかった。よかった。みんなおやすみ。これこのテンションで寝ますか。無理やで、これ。これは無理だ。寝れないですね。ああ、ほとんど休みなく歌ってますね、これ。感想4章、え、8小節分しかないんですけど、そう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 、実質このスピードやと4小節ぐらいしかないですよね、うん、休み感がね。そうなんだよ、うん、なかなか。もうちょっと増やしましょうか、今度ね。いやー、でもこれはなんかあのいろんなところでもあのやっぱやっていきたい感じやね、カバーね。いいですね。なんか多分あの実際にこう生で聴いてもらえるとよりなんかこう熱量が伝わるかも。ああ、それはそうです。これ生で聴いていただきたいですね、はい、こういうあの僕たちあのカバー曲って言ってますけど、ガチでやってますからね。そうですね、もうほぼオリジナルは持ってますからね、はい、そうなんですよ。もうこういうのが大事なんです。あ、そうそうそう、コピーと違いますからね。そういうことです。はい、はい、コピーじゃないですよ。そうなんです、本当に。あの、ぜひね、YouTube、 大江さんのね YouTube も聞いてほしいですね。あのカバーがいっぱいあってね、はい、ぜひぜひ。ちょっと今最近止まっちゃってるけどね、はい、あのね、もうね、追いつかないんだよ。いいですね、追いつかないっていいですね。いや、そう、でもやっぱりちょっとほら、もうあの週1でやってるからさ、はい、週1でやってるからさ、どこの方面だね、はい、ちょっとね、はい、アシアちゃんのせいやね、だからこう、どん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 、ああ、僕が作り、そう、スピード速すぎますか。もちろん作ってくれてるのもあるし、あのまだこう溜まってるのもあんねんけど、はい、やっぱりこう新しいのやりたいなっていうのもあるやん、もちろん俺らも、はい、そうです ね、それでちょっと やらなあかんって、こうすごいこうお尻パン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 叩かれてるから、もうとっとことっとこ こうあの新しいのが入ってくるからさ、もうあれ兄さん、水泳一日あ中日あ開けてください。そうやね、毎日行ってはるから、その時間でね、う、うん、1曲そうやな入れてください。お前な、もう毎日行ってでしょ。毎日ね、毎日朝行ってる。朝多分それでも 2,3 時間、はい、まあ、行きはるんで。そうやね、うん、でインスタのストーリーにちょっと一瞬覚えて、よう泳いだってこう動画を上げてんね、見てくれてんのかな。あ、また行ってはるわ思ってね。そうやね、そうやね、お便りお願いしようってメールしようかな思って、そうやね、お願いしますって、いっぱい余ってまだ溜まってます。あ、そうね、そうやね、渋滞。まあでもなかなかね、こう歌うテンションとか弾くテンションに持っていくのってありますよね、スイッチが。そう、分かる分かるね。そうなんですよ、確かに。そうで、まああのだからまあそういう流れでやってるんだけど、まあだからライブが今週です。今週というかもう次ですね。次の日曜日。そうですね。はい。7月9日、滋賀県ライブ第5弾。もう本当にありがたいことに、もうソールドアウトパンパンでございます。ありがとう。ただちょっとあの、また最近ちょっとコロナがこう流行りだしてるみたいな。皆さん体調だけはすこぶる気をつけてください。そうですね。で、一応まあ第5類になって、まあ自己判断にはなってるんだけど、ちょっとあのやっぱり熱あるなっていう方はあのそういう人も来てほしいよ、来てほしいけど、そこはやっぱりあのね、周りにこうどんどん移っちゃうんで、あのご無理なさらずにあのちゃんと休養してもらえたらなと思っております。はい、それと7月14日に東京ライブ行ってきます。で、次とりあえずここめがけて行ってます。7月の21金曜日、ソープオペラクラシック。ここでね、ちょっとね、僕ね、一曲新曲というかオリジナルね、新曲やね、あれね、もうね、新曲やね、新曲ですね、多分知らない、知らない方結構たくさんいらっしゃるんですけど、ちょっとやりたいと思ってます。いや、1月21日、嬉しい。はい、でそれをまた7月の7日、なんとあさって七夕の日に仕事します。あ、歌入れを、はい、はい、レコーディングをお願いします。します。そしてすぐにその日に清さんに投げます。21、元気ね、オリジナルを、はい、あのさすがに滋賀県でとか言わない、それは無茶言わないそれなかなか恐ろしいですね僕も聞いてないし怖すぎる、まあ、いや、あ、今9日思ったんでしょ、さすがに怖い。清さんがもし いやできるでって言われたらちょっとあれなんですけどね、まあ、あの午前中にやるんで、あ、どこ見てるんですかそうなんですよ、ちょっとあの、はい、そういう感じでぜひあの7月21日、まあ、あの滋賀県ライブもそうですし、あの7月21日ね、お越しになる方ぜひ来てください。でもね、ちょっとありがたく結構あのご予約いただいておるんです。はい、ただまだいけるんでね、はい、ちょっとぎゅうぎゅうにしたいんで、もうぜひあの、はい、チームでちょっとあの本当に素晴らしいのをちょっと届けたいと思うんで、皆さんよろしくお願いします。ほんま、うん、じゃあリクエストとか言ってね、ちょっとだけなんかリクエスト？なんか書いてもうたら、はい、なんか皆さんこうわっと書いてね、わっと書いて、あのできるやつできんやつはあるんでちょっとあれですけど、
今からちょっとリクエストしたいですというか、なんかそのまあワンコーラスコーナーかわからないけど、よかったら皆さん取っとこ取っとこ書いてください。みんな書いてね。いやほんまさ、でもさ、この間またあの俺最近ちょっとツイッターもなむっちゃ適当につぶやいてんねんけど、こんなん食べたとか、いやもう全然もう別で、うん、でもなんか明日から新しいなんかアプリやりますよね。スレッドじゃあ何やったかな。お、何ですかそれ。あれそれはね、Facebook と、うん、Facebook の会社なんかな、メタ、はい、ははメタですね。そう、はい、が、ちょっとツイッターに近い感じのやつやりはるのよ、明日から。そう、今なんかツイッターがなんかややこしい感じになってるでしょ。そうそう、イーロン・マスクさんが入り出してなんかようニュースになってましたよね。そう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 、なんかちょっとそれもね、盛りだくさん、めっちゃ7月、はい、ぜひ来てください、7月20日、チューリップ、マンゴー黄色の最後の川、サウダージ、トゥー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 、分からんわ俺。俺ちょっとポルノグラフィティはちょっと通ってこへんかったな。そう、最後の川ってなんかあったぞ、おしゃちゃん。なんかアレンジしてくれてんねんけど、俺がまだ進んでねんだよ。ないよな。ケミストリー、なんかあれやね、なんかなんとなく覚えてるかも。どんなやったかな。なぜに空見上げるのだろう、どこかで立ち止まる旅やったっけな、こんな感じ。誰にも話せない悲しみを心が話しかける。こんなんちゃうかった、うん、あ、サビ、サビだけアカペラで歌おうか。し、え、幸せだったなんて聞かないでくれ、愛しき人、腕に抱きしめて僕が聞きたいよ、君が幸せだったか、終わらない道はきっとない、見送る人を涙拭いて背中見届けて、僕は一人きりこの川を今渡る。こんな感じちゃうことかな、こんな感じちゃうかったかな、ごめんなさい間違えてたら。こんな感じちゃうかったかしら。出た、山崎正義、山崎正義書いてる、ワンモア、ワンモア、この間アシアちゃん作ったよ。ワンモア、ワンモア、永遠ハグ聞きたいです。何？ちょっと待って、これまだね、これね、フル
うる覚えなんだけど、まあ、なんとなくで言ってみる。ちょっと待ってや、俺山崎まさよさんってね、歌ったことないね今まで。これ以上何を、これ以上何を失えば。あ、そうですか。お父さんが今病院で頑張ってるの？あ、それで最後の川って言うてはったんですか？今のだけでよかった？大丈夫ですか？あ、ご病気ちょっと戦ってはるんやね。ちょっとやってみる。ABAB みたいなのあるよね。これ A になるのかな。 A が2回あってサビだよね。はい、ごめん間違えた、ごめんね。ちょっとあのうる覚えなんで。すごい気持ちよかったな。気持ちよかった。あ、そうか。あの、また違う感じですね。そうやね。ちょっとまあ、なんとかちょっとこのうる覚えやからちょっとこう大山節ちょっと出せなかったけど、もういけるよ。みんなありがとう。よかった。ありがとうございます。じゃあなんか、あ、これはね、でもね、ちょっと近々やりたいね。ワンモアタイム。ワンモーチャンス、ね、はい。さて、田園とかなんかもう俺もう歌われへんじゃん。あんなヒゲダン田園って歌ってないですか。あれはカバーではやってないですか。うん、でも歌えそうです。でもあれも早いですよね。どんなんやった。あー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 、石ころを蹴飛ばし夕日に泣いた僕みたいな。ちゃんちっ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 ち
きていくんだよね。それでいいんだ。ビールに飲み込まれ街に弾かれて、それでもその手を離さないで、僕がいるんだ、みんないるんだ、愛はここにある、君はどこへも行けない。まあこんな感じやね。はい、まあまあ、できましたね。やばい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 、そんな人とはもうどっとこどっとこできるわこれ。あ、でもこれこれもなんかいいですね。もう結構たまに一番好きなところです。あ、ご自分が、あ、ご自身が、はい、なんかこれ見ましたけど、ご自身でご自分の曲のトップ3を上げたところで、でも確かに絶対盛り上がるもんね。これでもお前最初からウトだどうなんねん俺。石ころ蹴飛ばし、石ころ蹴飛ばし、夕日に泣いた僕、夜空見上げて星に祈ってた君、油にまみれて泊まり込んだあいつ、仕事をばらかして頬詰めつくあの子、ああ何もできないで、誰も救えないで、悲しみ一つも癒せないで、カッコつけてないで、やれるもんだけで、毎日何かを頑張っていりゃ生きていくんだ、それでいいんだ。ビル飲み込まれ街に弾かれて、それでもその手を離さないで、僕がいるんだ、そんないるんだ、愛はここにある、君はどこも行けない。いけるかな、いけるやん、できましたね。ちょっとカバーいけてる、今のいけてんのかしら。母が誕生日なんでバースデー、高校生がお母さん誕生日、あ、お母さん誕生日なんや。バースデーソングってだからあれあれあれする？ハッピー、え、わかった。もうこれはだからもう YouTube ならではのババさん？あ、誕生日の方が結構いらっしゃるんですか？じゃあわかった。みんなみ、じゃあ、そのお母さんであったり、うん、ババさんであったり、いろんなもろ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 皆さん、じゃあアカペラ、アカペラで、じゃあ僕から、じゃあこれはもう YouTube 配信ならではでございますね、アカペラ、どうする、キー、ハッピー、高い、ハッピーバースデートゥーユー、アカペラで言った方がいい？もうアカペラの方がいいですか？はぁ、じゃあ皆さん、まあアカペラで行こうか、じゃあな、まあなんかもし添えられれば適当に、はい、じゃあ皆、7月、まあまだちょっとやるんです、やるんですけど、また来週とかね、再来週とか、まあできたらまた YouTube やるんですけど、とりあえず今日せっかくなんで、誕生日の皆さんおめでとうございますということで、僕からね、ちょっとだけアカペラで歌います。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear, 皆さん、
とうございます。イエイ。なんかすごいすごい配信になってきたね。なんかいい配信になってきたな。あ、みんな聞いてくれたかな。ババさん、お母さん、ね、聞いていただいたのかしら。はい、なんかいろいろできたね。田園おもろいかもね。ちょっとじゃあ次のカバーで出てきます。ほんまもうちょっとあの早口言葉練習しよう。生麦、生米、生卵。あのテンポでやらんでもいいですけどね。石ころくのまじ、あ、そうやな。ちょっとまあ大山貴教バージョンで、ね、ちょっとそうですか、お母様。まだお会いしたことはないですが、おめでとう。よかったらライブに来てね。な、うん、ちょっとまあ どこにお住まいか分かんないんですけど、まあまあまああの機会があればぜひあの生の大山貴教とあの芦田遼平会いに来てください。あのチームほんまみんな素敵な人ばっかりなんで、はい、いい。まあまたね、あのこう誕生日やねーって言うたらまあまあ歌うか分からへんけど言うてその時こんだけやってもうて歌うな、歌う歌う。ちょっと個人的にばっかりじゃちょっとできへんけど、これみんなの配信やからね。まあまあでもみんながあったかくなるんやったらやるよ。はい、今日もありがとう、ありがとうございます。ということでまあちょっと最後になるんですけどね、まあライブはねぜひそんな感じで7月9日、もうすぐ日曜日滋賀県ライブ第5弾、7月14日は東京です。新宿歌舞伎町ですね、バーサークルというところでライブします。それと7月の21日、ぜひここは本当に皆さん大阪、梅田にあるソープオペラクラシックでアコースティックワンマンライブ、ちょっと本当にチーム一丸となって頑張ってね100目指してるんで、ぜひ皆さん来てください。それと9月の29日、大阪心斎橋ジャニス、ここはフルバンドでちょっとね本当に曲、まあ、昔の曲からちょっと新曲たちもろもろフルバンドで僕ちょっとお披露目したいなと思ってるんで、ぜひ皆さんここはね無理してでもよかったら、もうあんまりこんなん言いたないねんけど、ちょっとスケジュール無理してでも来てほしい、うん、ぜひよろしくお願いします。ということで最後はね、まあ、アシアちゃんと二人で、竹内まりやさんの命の歌っていうね、本当に名曲があるんですよ。それをちょっと歌って、終わりたいと思います。いい、こちらこそ、ありがとうございます。誕生日ね、おめでとうございます。ということで、ね、いつも本当にたくさんの皆さんが見ていただいてありがとうございます。じゃあ、ラスト、アシアちゃん。本当に名曲なんで、ちょっと心込めて歌いたいと思います。
絶望に嘆く日もそんな時そばにいて寄り添うあなたの影懐かしく蘇る故郷の夕焼けの優しいあのぬくもり尊さと言いますか、やっぱりこう人間生きてる、まあまあ生まれてね、生まれたということはもう死にこう、僕もそうやし、あちゃあちゃあすみません、もう全員そうですよ。一歩ずつこう向かってはいってるんですけど、やっぱりさ、こう亡くなっちゃうとね、本当にもうコミュニケーションも取れないし、なんかこう悲しいよね、ほんまね。だからこそこう本当に悔いのないようにですね、僕もやっぱりこう本当に一日一日いろんなことあるけど、楽しんで、まあ、みんなとのこう時間とかね、極力こう楽しんで過ごしていきたいなと思うわけですよ、本当。なのでまあ最後はね、ちょっとこうしんみりいきましたけども、ぜひ本当に素晴らしい曲なので、ね、竹内まりやさんのバージョンもぜひどん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 聴いていただいて、
ね、皆さんも多分しんどい気持ちもあると思うけど、しんどい時は会いに来てください、ね、僕たちに会いに来て。はい、ということで、まあまあ、また来週どっかのタイミングでね、やりたいと思います。はい、今日はね、今日はね、とか今日もありがとうございました。皆さん本当に貴重な時間、なんだかんでて早終わるつもりが普通に、はい、結構やっちゃってますが、何よりも皆さんがこう盛り上げていただいたのとね、いつもいつもこう50人近い皆さんがこう本当に、ずっとこう聞いてくださってるというのは本当に感謝してます。ありがとうございます。今日も皆さんの貴重な時間ありがとうございました。オンギター芦田亮平、イエイ。大山貴之でした。本当にゆっくり皆さん寝てください。またお会いできるのを楽しみにします。ありがとう。じゃあね。